最近なんか、トゲの様子がいつもと違う気がするんだよな。無意識なんだろうけど、ため息ついたり難しい顔してたり。まあ、そういう時は決まって、トゲの視線の先にはマキがいるから、わかりやすすぎるんだけどな。今日も何か悩んでるみたいだから、ここは俺が一肌脱いでやるとするか。はぁ、今日もマキとの進展は何もなしか。もっと距離を縮めたいんだけど、どうしたらいいんだろう。ゆうとげたかな。ため息なんてついちゃってどうしたんだ。どうせマキとのことでなんか悩んでんだろ。俺が相談に乗ってやるぞ。パンダに恋愛相談か。正直あまり頼りにはならない気がするけど、ちょっと話を聞いてもらおうかな。今何か失礼なこと考えてなかったか。おかか。そうか、ならいいんだけど。でトゲは何を悩んでるんだ。スジコ。スーフィンが。なるほど、なるほど。マキとの距離が縮められずに悩んでいたと。いくら。よし、それじゃあ相性チェックゲームしようぜ。俺がうまいこと後押ししてやるから。明太子。お、任せろ。なるべく揃いやすそうなお題をメインに出して、あれ、また揃ったってなれば、きっと二人の距離はぐーんと近づくはず。前に見た映画でそういうシーンあったし。昆布。大丈夫だ、マキならもうすぐ。パンダ、来てやったぞ。なんか用か。妻。お、トゲもいたのか。お前ら何してんだ。いや、何してんだはこっちのセリフだよ。なんでマキが教室に来たんだ。おー、マキ、呼び出して悪かったな。いくら。トゲが話し始めたのと同時にマキにも教室に来てくれって連絡しといたんだ。 LINE してたの全然気づかなかった。やるなパンダ。ちょうど暇してたから来てみたんだよ。なんかこれから面白いことするんだろ。そうなんだ。これからトゲとマキの相性チェックゲームを始めるぞ。相性チェックゲーム。いきなりなんでそんなことしなきゃいけねえんだよ。ほらほら、呪術師ってチームワークも大事だから、相性って結構重要だろ。うん、もう。それにトゲは語彙絞ってる分、相性がいい人と組んだ方が任務がやりやすいと思うんだよ。ああ、確かにそうだな。信じた。多分パンダが今考えた適当な理由なのに。ってことで、一人ずつトゲとの相性をチェックしてみようかなと思って。そのトップバッターがマーキってことだ。ふん、じゃあやるか。昆布。ああ、いいぞ。それじゃあ早速始めるぞ。俺がお題を出すから、それに対する回答をこのフリップに書いてくれ。フリップ？いつの間にこんなの用意してたんだよ。パンダが生き生きしてる。いいからいいから。第一問出していいか。私はいつでもいいぞ。鮭。よし、じゃあ第一問。朝はパン派？米派？トゲは語彙をおにぎりの具にしてるぐらいだから米派だろうし、きっとマキもそれを指して米と答えるはずだ。これはちょっと簡単すぎたかな。ま、最初だしサービス問題ってことで、二人ともかけたみたいだな。じゃあマキから答えてくれ。米派。よし、バッチリだな。じゃあトゲ。明太子。え、パン派？なんでだよ。そこは米だろうが。お前いつもおにぎりの具で喋ってるじゃん。ツナツナ。へえ、トゲはサンドイッチが好きなのか。鮭。じゃあなんでゴイがおにぎりの具なんだよ。謎だな、お前。まあ、いっか。さーて、気を取り直して2問目行くぞ。目玉焼きには何をかける？はあ、目玉焼きか。醤油か塩で迷ってるんだけど、マキはジャンクフードが好きだし、多分塩って書くはず。今回の回答はトゲから。タカナ。ああ、塩か。ジャンク好きなマキに合わせてきたな。これは揃いそうだ。次、マキ。マヨネーズ。ツナマヨ？意外な回答だな。そうか、意外とうまいんだぞ。確かにそっちの方がジャンキーだ。やばい、全然合わない。いかん、トゲが慌て始めてる。ここは絶対に回答が一緒になるお題を出さないと。目玉焼きにマヨネーズは今度試してみるとして、第3問、サービス問題。パンダとクマならどっち派？パンダがすごく期待した目で俺たちを見てる気がする。パンダって答えてほしい顔だな。
あれは書き終わったみたいだから回答どうぞ。クマ。ツナ。いや、なんでだよ。そこはパンダって答えるとこだろ。ま、揃ったからいいけどさ。パンダの思い通りになるのはなんか面白くなかったからな。シャケ。そういう時ばっかり息ぴったりかよ。お前ら十分仲良しじゃねえか。まったく。次のお題行くぞ。第4問。コーヒーに砂糖は入れる？入れない？あれ、こいつらいつもどうやって飲んでたっけ？何も考えないでお題出しちゃったけど合うのか？ま、いいか。答えかけたら回答してくれ。マキは大人っぽいからきっとコーヒーはブラッカーだよね。だから俺もそれに合わせて。おかか。入れる。あれ、また合わない。へえ、トゲ、お前ブラック派だったんだな。砂糖もミルクも入れる派だと思ってた。じゃあ今度からコーヒー入れたら砂糖なしで出してやるよ。やばい、マキに合わせに行った結果ボケツおった。嘘です、俺ブラック飲めません。なんかこいつらが同じ答えになるお題わかんなくなってきた。第5問。タケコプターとどこでもドア、欲しいのはどっち？かけた方から答えてくれ。合わせようと思うと全然合わないから今度は直感で答える。明太子。どこでもドア。やっぱり合わない。なんで？はあ、絶対どこでもドアだろ。あれがあったら任務先までの移動とかすげえ楽になるし、しかもどこでも行けるんだぞ。最強だろ。おお、確かに。トゲはなんでタケコプターなんだ？ツナツナ。おお、すごいトゲっぽい理由だな。空飛びたいならサトルに頼めばいいじゃん。おかか。なんでだよ。まずい、このままだといい争いになりそうだ。ここは俺が間に入るか。俺はスペアポケットが欲しいな。はあ、スペアポケットなんて選択肢になかっただろうが。あったら私もそれ選んでたっつーの。鮭鮭昆布。いや、だからなんでこういう時だけ息ぴったりなんだよ。喧嘩にならずに済んだのはいいけど、めっちゃ責められた。俺泣いちゃうぞ。いや、でもトゲのために気を取り直して。次、第6問行くぞ。生まれ変わったら男になりたい？女になりたい？女の子に生まれたら将来マキと結婚できないから。筋子。男。おお、揃った揃った、よかったなお前ら。いくら？え、トゲ？なんだよ、なんで怒ってんだよ。意味わかんねえな。マキも男に生まれ変わっちゃったら俺たち結婚できないじゃん。おかか。あ、なんなんだお前。二人の相性の良さをチェックするためのゲームだったんだけどな。あれ、この二人距離が縮まるどころか仲悪くなってない？もしかして俺のせい？ああ、もう終わりでいいだろ。え、でもまだ6問中2問しか合ってないぞ。別に相性なんて良くなくてもいいだろ。今まで任務に影響出たこととかねえし。それはそうかもしれないけどさ。どうしよう、このままじゃマキ怒って帰っちゃうかも。全然距離が縮まらないよ。ああ、そういえば今のところ俺の答えは6問中3問マキと一緒だったんだよな。なんだよ突然わざとらしい言い方して。何が言いたいんだ？いや、このままじゃマキとトゲよりマキと俺の方が相性がいいことになっちまうなと思ってな。確かに俺よりパンダの方がマキとの相性がいいのかも。嫌だ。なんか言ったか？トゲよりお前との方が相性いいとかなんか嫌だ。トゲ、もう一問やるぞ。鮭。よくわかんないけどもう一回チャンスが来た。今度こそ揃えるぞ。よしよし、マキがやる気になってくれたな。じゃあ最後のお題はこれに決まりだな。第8問。無人島に連れて行くなら相手か別の誰かかどっちだ？マキかそれ以外の誰かかって意味だよね。そんなの答えは決まってる。明太子。相手。なんだよ二人とも、なんで俺のことを選んでくれないんだよ。寂しいな。いや、パンダはないだろ、役に立たなそうだし。ひど、パンダは全人類から愛される存在のはずなのに。いや、それは言い過ぎ。じゃあマキはどうしてトゲを選んだんだ？トゲは呪言が使えるからいろいろと便利だろ。そういう理由かよ。じゃあトゲはなんでマキを選んだんだ？昆布。高菜明太子。トゲの理由もそういう感じなの？
ま、気が合ってるっちゃ合ってるけども。二人とも損得を考えた理由を答えてたけど、本音は違うんだろうな。無人島でも生活できそうだからって答えたけど、本当はマキがいてくれるだけで安心だから、無人島に行くならマキとがいい。呪言があるからって言ったが、普通にトゲがいれば心強いからな。無人島に一緒に行くって考えたら、絶対トゲ一択だな。結局のところ、7問中3問揃ったな。まあまあってとこだろ。筋子。いやいや、最後のお題が揃ったってことは、かなり相性いいってことなんだぞ。昆布？実は最後は心理テストだったんだよ。何？無人島に連れて行きたい人って自分にとって特別な人らしいぞ。うい、パンダ。お前、最初からそれが狙いだったんだろ。あれ？マキ、顔赤くなってるぞ。うるせえ。トゲ、よかったな。トゲはマキにとって特別な人だってさ。パンダ、ちょっと黙ってろ。いやん、マキ怖い。つうか、トゲもマキが特別な人だって思ってたんだし、お前らいい感じじゃん。相性チェックはほとんど合わなかったからすごい不安だったけど、マキも俺と同じ思いだったとしたらすっごい嬉しいな。おーい、トゲ。ダメだ、こいつ完全に自分の世界に入ってるぞ。全然こっちの話聞いてねえ。こんなにニヤニヤしちゃって何考えてるんだか。その後、マキとの仲が思うように進展しなくて不安に思ってたけど、俺たちって実は相性良かったりするのかな。なんだかちょっと自信が出てきた。回答が全然合わなくて焦ったけど、なんだかんだ楽しかったな。協力してくれたパンダには後で改めてお礼言っとこうっと。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。